こんにちは。大阪府豊中市にある坂本整体院長の坂本です。今日は変形性膝関節症や変形性股関節症の方でこんな歩き方をしていると良くならないということについてお話ししていきます。で、歩き方ですねが悪いことによって股関節や膝に対していつまでもこう歩くときに負担をかけてしまうので、どんだけ治療してきても良くならないっていう方が多いんですよね。そういう方に対して正しい歩き方ですね、膝や股関節に負担かけない歩き方で、なんでこれをしないといけないのかっていうことをお話ししていきます。人間なんですけれども、人の動作っていうのは日常生活でよくやるのは歩く、立つ、座る、寝る、この4つなんですね。走るとかいろいろあるんですけれども、日常の中で基本的にやるのはさっきの4つですね。この中で特に大切になってくるのが、全部大切なんですけれども、特にやらないといけないのが歩き方。これを変えていかないと、いつまでたってもそこに対して負担がかかってしまうので、結局治療して一時的に良くなっても、歩くときとかのそこでの負担のかけ方が強くて良くならないっていうケースが多いんですよ。逆に歩き方がスッて変わる人は治るスピードもすごい速いです。なのでこの動画を今日参考にしていただいて、少しでも自分の膝、股関節の痛みの改善に役立ててください。では早速やっていきますね。と、基本的に膝や股関節っていうのは変形って言われてますけれども、基本的に痛みの原因というのはこの筋肉である場合ほとんどです。結局ここにグーって圧をかけてしまうので、関節っていうのが狭まって見えて、それがレントゲンを取るときに狭くなっているので変形って言われるだけなので、骨や軟骨なんかに痛み感じる神経ないので、ここに圧をかけているということはこの周りの筋肉にも圧がかかっているんですね。なのでそこを緩めて元に戻してあげることで痛みが消えるケースっていうのは非常に多いので、まずは歩き方を変えてください。で、どこの筋肉かっていうと、ここですね、見えますかね、太もものこの前側のこの筋肉になるんですよ。ここの筋肉ですね。ここの筋肉が硬くなることで痛みが出るんですけれども、ここの筋肉、どうやったら硬くなるのかっていうと、さっき見せたのがこの前の筋肉になるんですけれども、股関節から膝のこの下までついてます。で、足膝をピシッと伸ばしてもらった状態で自分のここを触ってもらうと、太ももある程度柔らかいんですけど、これを硬くしようと思ったら簡単で、触った状態で膝をグッと曲げていってください。曲げていくとどんどんどんここがグッて硬くなってくると思うんですよ。この状態ですね、この状態で歩くことによって股関節とかこの膝に対して引っ張る力が常に生まれるので、常にここですね、股関節、膝っていうのが痛くなってしまいます。この歩き方、腰とかで全部そうなんですけれども、すべてに通じるんですけれども、特に膝、股関節っていうのは、この歩き方をやめてあげることで、ここに対する負担が減るので、改善することが多いです。で、痛い方の歩き方っていうのが、典型的な歩き方があるんですけれども、こうやって、足引きずって、こうやって歩く歩き方ですね。膝を曲げたりしない。っていうような感じ、こうやってゆっくりこういうふうに歩いたりとか、左右にこう揺れたりとか、こういう歩き方する人ですね。これ痛い人すごい多いんですよ。で、この歩き方してしまうのって、痛いから、で、動くのが怖いからゆっくり動きたいっていうのがあってやってると思うんですけれども、人って実はゆっくり動く方が筋肉使わないといけないんですよ。これもやれば分かるんですけど、ゆっくりしゃがむのと、ある程度吸ってしゃがんであげるのって、早くしゃがんであげた方が、ここら辺しんどくないし、筋肉使わないんですよね。だから一度勇気を出して、腕ですね、腕振ってほしいんですよ。で、この腕の推進力を利用してあげて、できるだけ歩幅を広くして、腕の力でこうやって早く歩いてあげてほしいんですね、こういう感じで。これを怖いですけれども、最初やってもらうことによって、ここにかかる負担って減ってくるので、もういきなりこれやってみて、痛み軽減する人は、もうこのやり方ずっと続けてください。で、痛み変わらない人も、変わらないんであれば、遅く動く理由がないので、早く動いてあげてください。で、痛み強くなる人っていうのはまずいないんですけれども、変わらなくてもこの歩き方をしてあげることで、どんどん負担抜けてくるので、続けてもらうっていうことが大切になります。最初、なかなかすぐできなくてもいいですから、
とりあえず意識として腕で歩く、腕の推進力ですね、この腕の振りで歩くっていうのを意識して歩いてみてください。では本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。